ですかこれは。じゃあとりあえず座ってよ。はい、なんだこれ。ちょっと少し頑張れ。久しぶりじゃん、そうや。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。久しぶりじゃん。お疲れ様です。元気？あ、全然元気ですよ。ピンクじゃん。ピンク痛い。今日なんて呼ばれたの？いや、今日はなんか年始のね、コメントコメントの、ねえよ、そんなの。マジで、なんなら、なんならだってミーティングって言われて、俺ら曲のことなんか話すのかって思って。終わるの、何のミーティング？だってバッチリスタジオ入ってきましたよ。今選曲会もしてきました。今ないないない、ないよ。いや、絶対藤本さんに会う前にまとめとかないと絶対怒られると思って。スタジオ撮って、スタジオ撮ってみんな2時間ぐらい、もう。これだから、はい、バカ多いだろ。はい、普段のそうっすね、喋ってる感じとか。はい、これ一回、はい、これ本当にバカなのか、それとも実はできんのかっつうのを、はい、あ、なるほど、会社も分かっとかないと。そうですね、扱いに困る。そのレベルですか。もう、そしてなんでカメラが回ってるか。それで、おはようございます。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 はい、おはようございます。状況を理解できた？うん、できた。伊勢、俺はできた。伊勢、はい、おはよう。おはよう。え、これやるから今日。最悪。テスト的な、テスト的なやつ。お、見たことあるやつだ。見たことあるやつでしょ。あ、普通の打ち合わせだと思って打ち合わせしてきちゃったのに。真剣に俺昨日話そうとか、うん、そう、バカだバカだと言われるじゃん。バンドって言われますわな、ね、で普段からこう一斉がさ言うじゃん、俺は行けたけど行ってねえだけだ。昨日言ったやつ。行けたと、うん、な、まあ、それはいいんですけど、うん、気づかないですか。確かに僕たちがピースが足りない。ピース足りないだろ。足りないですね。どこ行った、あれ。あれはまだ来てないですよ。もう早速バカを吐き早速の早速のバカ。うん、今日の理由は何なの。またお腹痛いの。またお腹痛いの。いつもお腹痛くなるんだよ。山根、ね、あれはどういうことですか。あれはお前らは普段ちょっとクボスに当たりが強いから。年上なのに彼は。あ、はい、だからこいつはここでお前らとの格の違いを見せる。おほほ、言っとくけど、あいつもガチで今日やれっつってるだけだから。だからほんと君たちと同じ条件でやってる。なるほど。はい、お疲れさん。お疲れ様です。お疲れ様です。パル君ここ、カンちゃんそこ、メモしよう。はい、ジェンちゃんここ。これ何ですかこれ。キナです。今日は、はい、打ち合わせ風景を撮影しますと言いましたが、はいはい、そんな仕事はありません。はめられた。はめられた。これこれはめられたやつ。はめられたやつです。皆さんに学力テスト。ガチなやつですか。マジか。でルールは、まず、はい、白紙は絶対にダメです。なるほど、なるほど。あともう一つ、あのカンニングは、あの、厳罰に処分します。男としてそれは、ね、これ今あの映像に残すと裁判で負けるぐらいの罰を与えますので、それを確保してください。はい、すみません。遅いよもう。遅いよ。すみません、大切な打ち合わせなのに。出た。いつものやつだ。え、これテストですか。テストですよ。制限時間60分で、はい、できてもこれ以上やることはないっていう人は先に出ちゃって構いません。めっちゃ緊張してきた。え、これ制限時間はあるんですか。60分つったらこれだ。少なすぎます。あ、え、なんで裏も
分母がどっちかだけ教えてもらうことができる。ダメですか。ちなみにこいつだけには負けたくないみたいな。見て見て